皆様、こんにちは。パトリック・浜辺と申します。僕は普段ダンサーをしておりまして、ダンスインストラクターとか、あとはダンスメディアの運営の事業をやったりしております。このチャンネルでは、ジャニーズの皆様のダンスの素晴らしさを伝えて共有できていけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。今日はですね、キング&プリンスさんの月読みのミュージックビデオ、YouTube エディットバージョンを取り上げて、ダンスをこまごま見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今回ね、一番と同じで月読みもですね、コレオグラファー振り付けが有名なダンサーのリエハタさんということですね。めちゃくちゃむずいそうです。一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速見ていきましょう。うわ、かっこよすぎる翔くん。Yes. あー、汗かいてますね。妖艶。もう僕が汗かいたらただに気持ち悪い感じになっちゃいますからね。美女最高。かいちゃん、この衣装もいいですね。この色に合ってるというか。岸くん、いやうわ、レンレンの美しさ。やっぱりジュニア時代からね、少年はもう別格でしたからね。いやー、愛してます。大丈夫です。ありがとうございます。かっこいい。白シャツがもう映えますよね、ジン君もね。うわー、この怪しい感じね、月読みの感じ出てますね。あ、なんだなんだ、怪しいぞ。翔くんの横が美しすぎる。お、うわー、踊らないけどカメラのトランジションやばいっすね。いや、すいません、撮影もやってるのでね、ああいったトランジションめちゃくちゃ綺麗ですね。月が出てる。みんな出てきた。あー、男前。あー、どうにかなっちゃいそうですね、これ。美女が良すぎて。来るんじゃないですか？ここのね、V 字のフォーメーションが来るんじゃないですか？おー、来たー、ごちそうさまでございます。見ましたか？スーンという、この体のライン使ってからウェーブですね。細かいところ。スーン。おーいえー、あー、むずすぎてるでしょ。これ下からですね、細かくブルブルブルっとやってるんですけど。あー、あ、スッとね、足を蹴りながらもう首の方も向いて体全体で表現してるんですけど、セクシーさですね、重心ちょっと後ろに置いてやってるところ、ちょっとセクシーに見えるんですよ、ここね。うわあ、見てますか、むずいっす。これどうやって振り下ろされたんだろう。もう僕だって振り下ろされた時に、もう膝から崩れ落ちますね。え、できません先生となってしまうんですが、素晴らしいです。ここね、首ともそうなんですけど、この胸のアイソレーション。要はアイソレーションで個別、孤立してるっていうところで、体の一部分を動かすんですけど、ここがね、翔くんやっぱセンターいて目立つんですけど。うわ、すごい。ここね。わお。ここのね、ウェーブ。これもちょっとのけぞった感じで、ウェーブを通しにくいんですよ。やっぱり地面から力を伝えて上に出していくので、そこを、傾きでやれるのはね、怖い。クラクラ。いや。おお、ここからちょっとノリがダークになっていきますね。衣装もいいですね。あー、ストロボもいいんですけど、カッカッっていう音に合わせて初速をパンと取りながら動かしているところでめっちゃ見えますね。おや、あー、引きで見たい。うわお、
見ました？ドゥーンっていうところ、こことクーンと速くなっていくんですけど、足で取ってんですよね。ここ、ああ、やーばい、おーい、足使い。おお、クラブステップからのタタンと足を入れ替えて細かいの入れてきますね。おお、ラテン系。この腰使いね、みんなすごいですね。あ、かいちゃん、しゅくん、しょうくん、いいですね。ここのね、ポーズね。ここもしっかりと肩を上げるじゃないですか。肩上げると自然に首もやっぱりそっちに傾いちゃうんですよね。そこに綺麗に腕を入れ込むセクシーなポーズですね。いや。ああ、もうね、みんな美女が最高でございます。ミュージックビデオのいいとこですよね。推しの顔がアップで見れるというね。ダンプラで見えないですからね。全員がいいね。レンレンもね。あー、ちょっと振り返ってきた。この腰のカンって取るところね。ここ、ここ。あー、綺麗なターン。よいしょ、ここね。わお。あー。あはー、ちょっと。そうやるんだ。リアタさんの音の取り方かな。足でドゥドゥンと取ってますね。おはい。で、それでね、足に注目いったら、今度上半身でね、ぐいっとすくっていくというね。おい。で、このダンダッダーンで取った後は、ゆるーくね、この緩急つけた振り付け、それの再現度がやっぱこのメンバー5人ともすごい。ここ、おい。うん。ああ、妖艶。ここね。で、手振りをするんですけど、乗りながら。これ、乗りが消えてないともね、すごいんですけど、ここのね、ふうふうふうで、手を使って、これ、手を使って、顎から首にクイってね、アシストしてるところも、めちゃくちゃ見えますね。しかも、妖艶な、セクシーな感じ、出てる、怪しげですね。うん。ああ、ここの腰乗り。うわい。こっちがクラクラしちゃうよ、もうね。やられてます、この妖艶さに、5人の。ああ。いや。ちょっとね、翔くんのね、顔面やっぱり良すぎる。かっこよすぎる。まあ、みんなかっこいいんですけどね、もうカイちゃんもすごい好きなんですけど。怪しいね。あ、窓から？どうした？あらまー。素晴らしい。ありがとうございます。これもう、スキル高すぎじゃないですか？なんかもう、まあ、ヒップホップがベースなんですけど、ラテン系というか、まあ、曲調もそうなんでね。振り付けが入ってきたり、そこで言うと腰の使い方だったりとか、首の角度とか、こだわる部分はたくさんある中での細かい音の取り方、力強くバーンって、ボボンって取ったりとか、あとはスーッとウェーブとか、のけぞった形でのアイソレーションとかで撮っているのが巧みですね。いやー、素晴らしい。激ムズだっただろうな。これね。いや、そしてね、このキンプリってもう皆様イケメンすぎじゃないですか。もうね、少年もちろんなんですけどね、ジンくんも、キシくんも、カイちゃんもね、もう大好きです、このグループ。これがね、またもうちょっとね、悲しい出来事ありましたけれどもですね、ずっと応援していきたいと思います。紅白ね、ぜひ僕はね、月読みをやってほしいなと、もうクロサギもバッチリ見てますね。はい、やってほしいと思っております。はい、ありがとうございました。本日は以上になります。キングアンドプリンスもね、5人それぞれの魅力爆発してますのでね、今後もいっぱい見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の動画も少しでもよかったな、面白かったなと思っていただければ、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、高評価、コメントもお待ちしております。よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。皆様、ではでは。